4月5日に23歳の誕生日を迎えたグローバルボーイズグループ、JO1、JO1 の木俣翔也。モデルプレスは、あなたが思う JO1 木俣翔也の名言は、をテーマにアンケートを実施。ここでは、読者アンケートで寄せられた名言を5つ紹介する。1、これからもついてきてくれますか？2021年11月19日から21日にかけて千葉幕張メッセ国際展示場にて行われたライブ2021JO1 ライブオープンザドアの初日公演の挨拶より、これからもついてきてくれますか。当初は冬のライブツアー開催を予定していたが、コロナウイルスの感染拡大により公演会場と公演数を制限し、総会場のみでの開催に。そんなデビュー後初の有観客ライブに感極まった木俣が、目に涙をにじませながらジャム、ファンの名称に問いかけた一言である。普段涙を見せない彼の心からの問いかけはジャムにとって忘れられない一幕となり、JO1とジャムの絆を揺るぎないものにしたと言える。読者コメント、はじめましての有観客ライブの挨拶で泣きながらジャムに問いかけた言葉です。普段は涙と縁遠い木俣くんの涙ながらの、この言葉に私も感極まって泣きながら、もちろん、と答えました。コロナ禍のせいでデビューして約2年間ジャムに会えず、やっと開催できた有観客ライブで涙を流しながら言った言葉だからです。普段はメンバー1明るい木俣が泣いてしまうぐらい、今までの活動でたくさん苦労や不安があったんだろうなと思いました。私たちに会うことを目標に頑張ってくれた JO1 がより好きになったし、絶対に死ぬまでジャムでいようと誓った瞬間でした。デビューから約2年近くファンであるジャムに会えない日々を過ごし、初めての有観客ライブでメンバーそれぞれコメントした時の言葉です。いつも元気で明るく、陽気でご機嫌のキマちゃんが、涙ながらにジャムに向かって聞いてくれたこの言葉は、不安を抱えて頑張ってきた裏側を確認する言葉に聞こえました。もちろん心の中で、ついていくに決まってるよと思い、声に出して言ってあげたかったです。彼の繊細な一面が心に響きました。初めての有観客ライブで感極まりながらも、JO1についてきてくれますか？って問いかけてくれるところに、キマちゃんらしさを感じたから、普段めったに涙を流さない木俣くんがジャムのことを思って初めて有観客でライブが叶った時、号泣しながらキュルキュルな目で話してくれた。あの時の表情や声のトーンは絶対に忘れられないです。2、日本のアイドル界を変える JO1が誕生したオーディション番組、プロデュース101ジャパン中に掲げた目標、日本のアイドル界を変えるにも熱い支持が、オーディション後も自身のスローガンとして伝えており、実際に JO1 はグローバルボーイズグループとして次々と活躍の場を広げている。デビュー前からデビュー後のその先を見据える木俣のアイドルにかける覚悟と、実際に前進し続ける有言実行さ、そして影の努力に称賛の声が寄せられた。読者コメント、オーディションの時に掲げた目標でしたが、その後デビューし、日本のアイドルとしてまさに世界に出ようとしている。楽曲やダンスなど明らかにアイドル界に刺激を与えていると思う。まさに今が有言実行の最中だと思うからです。11人全員がボーカル、ダンス、ラップをこなせるのは JO1 の強み。特にダンスのシンクロ率は群を抜いています。J-POP でも K-POP でもない JO1 独自のスタイルは、絶対にこれからのアイドル界を変えます。オーディションの序盤で話していて、覚悟を決めている感じがかっこよかったから、J-POP でもなく、K-POP でもない JO1 というジャンルで、戦おうとする姿がかっこいいし、確実に JO1 は日本のアイドル界を変えていっていると思うからです。JO1 は日本だけでなく、世界のアイドル界、音楽界を変える存在だと信じています。Go to the top、デビュー前から掲げていた本人の目標をデビュー後 JO1 の活動を通して、実際に夢を叶えるために前進しているのが目に見えてわかるから、